はい、どうもこんにちは、ケンユウです。今回はですね、雑草をなぜ抜いてはいけないのか、なぜ雑草を排除してはいけないのか、こういった理由をお話ししていきたいと思います。僕たちはですね、沖縄県糸満市というところで、果樹栽培とかですね、野菜の栽培をしております。でもちろん無農薬栽培でですね、化成肥料も一切使っておりません。有機質肥料のですね、ものを使っていたり、もしくは自然的に栽培したりしております。ぜひですね、これから自然栽培やりたいよとか、有機栽培やりたいよっていう方は、ぜひチャンネル登録してですね、いただけると、とても嬉しいです。よろしくお願いいたします。前回ですね、早生栽培のメリットをお話しさせていただいたんですけれども、それにも通ずる話だと思います。なぜ雑草が必要なのか、ここら辺をお話ししたいと思います。で、肥料とか農薬に頼らないですね、果樹栽培とか野菜の栽培をしようとすると、やっぱり雑草の力を、借りるというか、雑草を使って、作物を作っていくっていうですね、そういったマインドになるわけですけれども、非常にこの雑草大事なんです。雑草の力をかなり、使って作物の栽培をしていますけれども、ただ雑草がですね、こう大きくなりすぎると、やっぱり作業性が低下するとかですね、例えば僕たち沖縄県だとハブが出るとかですね、アシナガバチに巣を作られるとかですね、いろんなこういった、ことがありますので、雑草の管理は、しておかなければいけないんですけれども、ただ雑草はですね、根っこから抜いていません。で、この、理由を今回お話ししていきたいなというふうに思います。なぜ雑草を抜いてはいけないのかという、結論から言いますけれども、それは土のですね、肥沃度が下がる、ということが、あります。これに尽きるんですけれども、土の、豊かさっていうのかな、そういったものが、雑草を抜くことによって一気に低下します。で、僕たち雑草を管理するときにはですね、やっぱり雑草は抜かずに、刈ります。で、この雑草を抜く行為と雑草を刈る行為の大きな違いは何かというと、根っこが土の中に残るということなんですね。この根っこがあるかないかで、土の肥沃度っていうのは大きく変わるんですね。で、何がそうさせてるかっていうと、やっぱりですね、バイオマスの違いなんですよね。根っこを抜くことによって、この有機物っていうのが取り去られてしまうと思うんですけれども、その他にもですね、この根っこの周辺にいろんな住む微生物たちもですね、住処をなくなって、そこに生息できなくなるということがあるので、この辺のバイオマスの違い、非常に大事です。では具体的にですね、どのようなことが、起因しているのか、この辺をちょっと深掘りしたいと思います。まず根っこの周辺にはですね、微生物が集まると言いましたけれども、この根っこの周りのことを根茎というふうに言います。漢字2文字で根茎ですね。で、なぜこの根茎に集まるかっていうと、やっぱり植物の根っこっていうのは、その地の中の微生物とやり取りをするためにですね、いろんな有機物を、出しております。で、微生物たちもその恩恵を受けて根っこに集まるわけです。で、また結構面白い文献があったので、ちょっと紹介するんですけれども、これ2005年のですね、文献です。九州大学大学院のですね、論文ですけれども、植物根茎の微生物多様性と根茎相互作用という学術書がありましたけれども、こちらから引用させていただくとですね、植物っていうのは全光合成の固定炭素の 5% から 21% を代謝として分泌物としてこの根っこから排出するということをやってます。で、植物っていうのは光合成をしますね。それによって有機物作っていくわけです。はい。で、もちろんその土の中からですね、窒素を受け取って、その光合成で作った有機化合物を合成させて、タンパク質、アミノ酸が連なったものですけれども、そういったものを作っていく作業ですよね。無機体のものから有機体を作っていく、これが植物の大きな流れですけれども、で、植物っていうのはですね、葉っぱだけじゃなくて、やっぱり根っこも作っていかないといけないですし、この根っこもですね、いろんな植物たちと共生しないといけないので、で、その光合成で作った大体 5% から 21% のものをですね、土の中に返していく、微生物のやり取りで使っていく、使っているということなんですよね。で、具体的にどういうものを、分泌物として排出しているかというと、本文献によるとですね、例えば有機酸、アミノ酸、糖などの低分子、そして酵素、さらには高分子の 粘液物質ですね。はい。こういったものを出して微生物を共生しているということが言われております。はい。非常に面白いですよね。で、こういった根っことですね、根っこの周辺にいる微生物たちのやり取りによって、土の肥沃度、というのがどんどん上がっていくわけですけれども、僕たちが目指すところっていうのは、野菜がね、うまく生育する、土壌の構造っていうのは暖流構造がいいというふうに、よく言われますよね。暖流構造、もちろん初めて聞いた方も、多くおられると思いますので、軽く説明しておくと、土っていうのはですね、いい土っていうのは粒になってるんですよね。団子みたいな粒になっていて、この団子みたいな粒の大きさがいろいろあって、そういうのがミックスされてると、こういったものが暖流構造、と言われるものなんですけれども、この暖流構造の構造の中には、ミクロな暖流とマクロな暖流といって、かなり小さい、粒と結構大きい、粒があって、で、なんでこのような粒が、いいのかというとですね、
そうすることによって、塗装だけじゃなくて液体とか、まあ、空気の層がきちんと確保されてるんですね。まあ、理想で言うと、塗装と液層と気層が4対3対3ですね。4対3対3の、配合でうまくこう構造的に作られているものが、かなりですね肥沃度が高いし、そういった構造のものがですね、まあ、果樹の、栽培、生育もいいですし野菜の生育もいいですし、かなりこの作物の成功する上では非常に優秀な、構造だよというふうにも言われております。まあ、やっぱり根っこっていうのはですね、その排水性とか通気性がいい、ということももちろんあるんですけれども、それだけじゃなくて水持ちがいいという、ものもですね大きな要素になっているわけです。まあ、カラッカラにですねものすごく排水性が良くて乾きやすい土も実はあまり良くなくて、適度にですね、まあ、水をキャッチしてくれる液層がですねきちんとある方がいいというふうにも言われておりますので、これらを担保するのが団粒構造というふうに言われてます。この団粒構造の中にはですねミクロな団粒とマクロな団粒があるというふうに言われたんですけれども、まあ、粒の大きさですね、があると言われたんですけれども、まあ、このマクロな、少々大きい団粒が作られるにはどういったものが、起因しているのかっていうのがですねやっぱりこの植物とか、微生物の働きによるところが大きいんですよね。やっぱりこのマクロなですね団粒を作るためには糸状菌とかですね菌根菌の、まあ、こういった菌糸ですね菌が作り出す菌糸の働きが必要ですし、さらにはですね根っこが出す粘物質、こういったものが、あってこういった団粒というのが作られるわけです。ミクロな団粒も同様にですね土壌粒子もそうですけれども、まあ、他にも陽イオンとかですね他にも腐食植物の破片とかですね、まあ、こういったものが合わさってこういった粒ができるわけです。で腐食っていうのはやっぱりですね先ほど、まあ、根っこなぜ抜かないのかというふうなことでもちょっと、まあ、つながるんですけれども、まあこの根っこっていうのは有機物でですねこれがですねこういったあの植物の、まあ、遺体というか破片っていうのが土の中に残ってでさらにそういったものが微生物によって分解されてできたものが、腐食ですよね。なのでこういったものが、必要になってくるわけです。団粒構造の材料に、なるわけですよね。つまり、まあ土の中にあえて残した根っこっていうのもこの土作りにはですね大きくプラスに働いている、もの、であるというふうに思われるわけです。まあ、根っこを抜くとですね、まあ、全く有機物もなくなりますし微生物もそこに、住めなくなると、腐食もなくなっていくわけなので土がどんどんカチカチに、なっていきます。まあ、そうなるとですね、まあ、いろんな作物っていうのは根っこを張らせることができないので、まあ、例えばですね、イネ科のススキだらけになるとかです、まあ、そういったことが、あるわけです。まあ、なんかこういったですね植物とか、まあ、微生物の作る、土のなんだろう役割っていうのは非常に重要なことなんですけれども、一方で、まあ、近年はですね観光栽培とか前回も、成功栽培といってですね草を一本も残さず野菜とか果樹を育てるっていうことがですね主流としてあります。もちろん一長一短あるので否定するわけではないんですけれども、そういったトラクターとか機械が出てきたことによってこの団粒構造をですね擬似的に作り出すことができるんですよね。ただそういったトラクターとかで耕運した土っていうのはその耕した時が一番構造としては優れているわけですよね。そういった粒そういった団粒構造を擬似的に作り出すと人工的に作り出すと、ただそういったものっていうのはですね、まあ、耕した直後が一番ふかふかで、いい状態、なんですけれども、まあ、微生物とかですね腐食とかそういった働きが全くないので、雨が降った時のですね、水の圧力によって固められていきますし、もしくは人間がですね、こう、まあ、畝の間を通ったりとかですね、まあ、そういったことによって、どんどん土が踏み固められていくということがあります。僕たちはですね、ちょっとご覧の通りですね草も生やしながらこういったバナナとかですね野菜とか果樹とかを栽培しておりますけれども、この刈った草とかを活用してですね、まあ、パパイヤとかもこの前植えましたけれども、こういうふうに自然的に土を作っていく、まあ、こういった思想でやっております。バナナたちもですねかなり生き生きしてるんですけれども、周りに生えている雑草、こういったものの土の、中に入っている根っこの量バイオマスの量がですねかなり、まあ、いい、ところにですね作用しているんじゃないかというふうに、考えられるわけです。はいはい、いかがだったでしょうか。雑草を抜くとですね、まあ、微生物の住処もなくなりますし有機物もですね排除する、という行為になりますので、ぜひこの辺はですね一度、まあ、考えてみていろいろ、まあ、試行錯誤的にやっていくといいんじゃないかなと思います。はい、でいろんなところで何度も言ってますけれども、まあ、観光栽培をして否定しているわけじゃなくて、まあ、こういった栽培方法とかですね、まあ、こういったこともあるよということですね。もちろん僕たちですね今人口がものすごく多いですね。世界だと80億人の、まあ、人類がいますけれども、まあ、日本もですね1億2000万人とかですね結構まあいろんな、まあ、かなりの人口がいると。でこういった人口を支えるためにもですねやっぱりその化成肥料とかですねきちんとした観光栽培で食料を作っていく、そして人間を支えていく、こういったこともですね非常に大事なわけです。まあ、一方でただ
昨今騒がれているですね、地球環境のことを考えたりですね、まあ、石油資材由来のですね、そういった肥料とかですね、資材の価格高騰とかですね、まあ、こういったことを考えると、まあ、いろんな栽培方法を試しながらですね、そして、まあ、収量とかもですね、考えながら、自然由来のこういった雑草も使えるところはきちんと使いながら、まあ、ハイブリッド的にですね、まあ、お互いいいところを取りながらやっていったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、今回は雑草を抜いてはいけない理由ですね、お話しさせていただきました。ぜひ、参考になったよ、面白かったよ、ためになったよという方はいいねボタンよろしくお願いいたします。このチャンネルではですね、まあ、野菜とか果樹の栽培もしておりますけれども、ちょっと珍しいトロピカルフルーツの食レポとかですね、まあ、そういったところも、幅広くやっております。はい。で、まあ、ご自身の興味があるところがですね、いろいろこう分かれているので、あったりなかったりすると思うんですけれども、まあ、ちょくちょく応援していただけたら、嬉しいです。よろしくお願いいたします。ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。バイバイ。スモモが色ついてきましたよ。わ、いただきます。いただきます。まだ渋いな。渋い、まだ渋い、うん、梅干しやな。梅干しは、でもそういう風な感覚で食べると美味しい、うん、梅干しって思ったらいい、うん、食感がいい。そして、うん、聞こえるかな、カリカリ梅。最初は渋いと思ったけど、食べれば食べるほど美味しくなってくる、ね、うん、うん、スモモさんありがとうございました。もうちょっとですね。